がすごいね。ね、せっかく違うとか修理もやっと終わってね、うん、久々の出航ということで海に出たものの波が強く、非常に前向けませんが、セールも全部上げ切ってません。波風強くてね、すでに大荒れですけど、本日はどこに、今日は東京まで、ついに福島県ですね。そうだね、宮城を抜けて福島県に行きます。というわけでね、まあもう波が激しいので本編にしときますか。はい、じゃあ頑張りましょう。今日も寒いですね。おはようございます。おはようございます。今なんかちょっと後ろに行こうとしてたんですけど、用事があって後ろに行った。そうですね、隣に不審者が近づいてた。なんでよ、カメラ持った不審者ってなんだよ。まあいいや、今日は相馬から、こちら四つ倉ですか、はい、ますね、はい。福島県から福島県への移動です。はい、はい。でね、今日今のところ風はまだそんなに強くないんですけど、この後上がり予報なんで、ちょっと早期に行きたいなと思って、今日朝7時に出航しております。波のない中、高度ゼロで
波はないんですけど、風がすごく強くなってきました。豪快にスプレーが上がってます。危なかったね。こうだと。いや、風が上がってきたんでね、ちょっと危なかったんでね、メインセールを下ろしました。ドタバタ騒ぎで。今ちょうど。お疲れ様でした。福島県は四つ倉です。いわき市の四つ倉に到着しましたと。いや、今日も疲れたっすね。風がねすごい強かったです。俺もこんなしゅっとここら辺。いや多分しよってない。じゃあ僕だけすごいよ。めっちゃバシャバシャ外側に座ってたんで。
浴び続けましたね。船の上に転んどったって言いませんか。いやいや、あの、あ、仰向けになったし。ちょっとね、あの、吹き上がった時にね。そうそう、船がヒールして、ヒールして、で、ティラーを引くタイミングが若干遅れてしまって、水木は必死にティラー引きつつ、船はヒールしてるっていう状態で、その時の状態がこうです。仰向けになるって必死に耐えてました。いやまあ面白かったで済んだけんよかった。確かにちょっとちょい事故ってて危なかった。今回ほど命の危険を感じたのはなかったです、うん、ね。急に吹き上がったから怖かったね。はい、明日以降はそんなに吹かないっていう感じだったね、うんうん、このままのんびり東京まで行けたらいいね。本当に撮影権。いや今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。よつくらよつくらしくらしくらじゃないよ、よつくら。はい、ご視聴ありがとうございました。各種 SNS は説明欄の方に記載してますので、合わせてよろしくお願いいたします。そしたらチャンネル登録。やめ。うわー。ちょっと